皆さんこんにちは。それではビジネス実務法務検定試験二級対策講座ですね。始めていきたいと思います。担当いたしますのはアガルートアカデミー専任講師の林です。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。まずはですね、この二級対策講義、二級対策講座始めるにあたって、まあこの二級の試験というもの、まあどういうふうに勉強を進めていけばいいのかっていう話ですね。まあいわゆるガイダンスをやっていきたいと思います。 でですねこの2級対策講座につきましてはちょっと画面変えますとねはいこんな風にあのパワーポイントいわゆるスライドって呼んだりしますけども、えー、スライドを使って講義を進めていくということになります。あのまあ、スライドご覧くださいとかって言った場合にはあのお手元の公式テキストではなくってあのこちらのスライドを見ながら聞いていただければっていうことですね。お願いいしますはい ではですね、早速このガイダンスということでこの二級の試験の特徴とあとは対策ですね、これをまずはお話ししていきたいと思います。じゃあスライド切り替えまして、はいまず一つ目です。二級試験の特徴、傾向と対策ということですね。でまずやっぱり二級試験の大きな特徴というのは丸の1ですね。事例式問題ということです。事例式問題とで、まあ傾向丸の1ということで事例式問題の出題が多いということです。 まあ半分以上が事例式の問題ということではいで事例式問題って何ですかという方もいらっしゃると思うので、えー、まずはこういうもんですよということで、えー、赤文字の下ですね事例式問題とは問題部において事例が設定されとその中に登場する人物間人と人の間の法律関係について問われるタイプの問題のことということです。まあ、例としてはこの第42回、まあ、過去問ですね、えー、試験問題見ていただくとあこういうものだかということですね。 ま、a が b に対してとかね。x 社が y 社に対してとかっていう話だということです。はい。で、まあ米印にちょっと書いといたんですけどもはい、自例式問題は登場人物間の法律関係を整理する必要があるためと、問題文の設定を読み解くのに時間かかるというわけです。あのここがですね。あの矢印で書いときましたが、あの3級から2級へステップス,ステップアップするにあたって一番難しいところと最初にぶち当たる壁だというふうに書いときました。 あのどういうことかっていいますとあの3級試験の場合はですね要はこの丸の二番の中小問題というもの,あの3級の試験って基本的にこっちなんですねこっちですで中小問題って何かっていうと傾向丸の下のとこですね中小問題とは事例などの問題形式にすることなく法律の規定の内容をそのままストレートに問うタイプの問題のことということです。いいですかね 例えば遺言,遺言相続とはとかねまあそういったことを聞いてくるということで結構直球で聞いてくるというわけですね、債務不履行の損害賠償請求するにあたってとかねいうふうにあの要は聞きたいことっていうのをかなりまっすぐ聞いてくるというのがこの抽象問題まあ、私が勝手に名付けたんですけどもまあ、抽象問題の特徴であるということですで3級はですね基本こっちなんですね基本こっちですまあ、範囲は広いって話があるんだけども基本的に作りとしたこっちになります なもんですから、あの3級試験の場合はあの公式テキストですね。あの公式テキストの内容っていうのをしっかり覚えていただければ、基本的にあの解けなくはないというわけです。あの一応、まあ3級の試験も2級の試験もあの公式テキストと公式問題集ということで、あの1セットで販売されてますけれども、3級試験の場合はですね。もちろん問題集使って、あのどういう問題が出たのかっていうのを確認していただくまあ、これは大変いいことだと思うんですけれども。 あの極端な言い方をすればあのテキストだけで何とかなるというのが3級の特徴でもあります。なんででかかととといいうテキストに書こを聞くらすしかも結構直球でテキストに書いたらいてあ,るあの話かっていうことが結構分かりやすく聞いてくるというのが3級の特徴というわけです。でそれに対して2級の試験というのは、はい、ちょっとスライド戻ります。はい、事例式問題ということでこの、まあ、A が B に対してとか X が Y に対してとかね そんな話をしたかと思いますけども、まあ、とにかくその登場人物間の法律関係っていうのをしっかり整理する必要があるというわけです。まあ、具体的に、まあ、はい、次のスライドですね、まあ、対策ってことで書きましたけども「まあ、事例式問題、まあ」図に書き起こすこすすととから始めましょうといういわけで,すで例題って書いておきました、まあ、ちょっと私が勝手に作ったんですけどね、はい、例題「X 社 Y 社に商品売却する・公を売却する契約を締結し 商品公を Y 社に引き渡したが Y 社は買掛金債務の履行期が到来したにもかかわらずこれを履行していないこの場合に関するということでまあ問題文としてはこんな感じなんですね。で要はこれってあの実はまあ要は債務不履行の話を聞きたいっていうことなんですけども三級の場合は要はそのままストレートに債務不履行の話っていうのをストレートに聞くと例えば債務不履行に基づく損害賠償請求するのにとかね 解除するのにとか、ね、いうふうに要は解除のことを聞きたいとか損害賠償請求のことを聞きたいっていうふうにして聞きたいいことっっっていうのを包み隠さずにままますすすすぐぐ聞聞くんですねっぐ聞きますただそれに対して2級の場合はこの例題にも書いたように聞聞きたいいいことっててうの,をあの正面からは聞いてくれません要はこういう事例があってこんなことやりたいんだけども、はい、その時に満たさなきゃいけない要件って何とかねいうことを聞いてくるというわけです。 こういうことやりたいんんでででですすすけどどききますかとできまかかせんとどうしてですかといやこの要件満たしてないからですとか、まあ、そんな感じで聞いてくるとそういうふうにしてを判断させるという問題です,ですか、ね、でそれって基本的に3級ではやってきませんでしたからあの3級から2級に進むにあたって皆さんまずそこにぶち当たるんですねできないからですやったことないからねでそういう方まず何をすべきなのかっていうと書きましたけど図に書き起こしましょうというわけです。 どういうことかって言うと、まあ要は左側に書いてある例題っていうのを見ていただいて、要はこういう事案なんですね。で、これ字で追っかけてても、最初はわかりませんから、これをまずあの登場人物の関係性を把握するっていうことで。図に書き起こします。具体的には。左の例題文から右のような図を作っていくということです。左の例題文から右のような図を作っていくということです。ですかね。で、まずですね。例題見ていただくと、はい、X. 社は Y. 社に。 商品交を売却する契約を締結しと、要は契約結んだそうなんですね。ということでまず一つ目っていうことで、はい右の図です。X 社と Y 社の間で、はいちょっとなんか矢印がありますよね。丸の1と商品交を売却する契約と、前はこれ売買契約結んでるというわけです。売買契約結んでるというわけです。いいですかね。で売買契約誰と誰が結んだのかっていうと X と Y というわけです。で X 社は Y 社に売却する契約と言ってますから X 社が売り主で Y 社が買い主ってことが分かりますだから X 社の下のとこに売り主って書いて Y 社の下のとこに買い主と書くというわけです。売り主買い主といいととうことです、はい、で次の文章例題の2行目真ん中、はい、商品項を引き渡したというわけです。X 社が Y 社に商品項を渡しましたってことなんで丸の2ですこうやってうにゅうと矢印がありますね。 商品を Y 社に引き渡したというわけですなんだけどはい続きですしかしと3行目 Y 社は買掛金債務の履行期が到来したにもかかわらずこれを履行していないというわけです。ということでやは、まあ、ちょっと矢印の下のところですね丸の3です Y 社が買掛金債務の履行期が到来したにもかかわらずこれを履行していない要はお金払ってないというわけですね。 でここまでやってきてお金払ってないということだからあこれって債務不履行なのかなっていうのにまあ徐々に気が付いていくというわけですいいですかねまああの左の文章だけを見ていた時ときと左から右に書き起こした要は話を整理するってことをやっていただくとあなんか起こってるなっていうのがまずわかるとで具体的に何が起こったのかっていうと X 社が Y 社に商品渡したなのに Y 社がお金払ってないとまあそれがわかるというわけですね。 こういうふうにして問題文の中で何が起こってるのかっていうのを整理しながらあここが問題になりそうだとかでどうやらここが問題なんだなっていうことを見つけていくというわけです。ですかねまあ、その問題文から図に起こしててて整理するっっいう作業が、まあ、あの対策ってとこに書いた図に書き起こすって話なんです、ね。ということですあの事例式問題の場合はいきなりですねあの問題文見た瞬間にあこれあれが問題になってるって気が付く人って相当上級者です。 よっぽどしっかり勉強している方っていうのはあの問題文を見ただけでそれ気づくんですけれどもやっぱり最初の段階特に3級から2級にステップアップするっていう最初の段階ではやっぱりそこはいきなりできませんのでまずは練習ということでこういった図に書き起こすっていう作業を通じて問題文で起やっぱりまあそのなんで練習って表現するかっていうとちょっと画面変えますね。 今私が話していることっていうのは要はこの公式テキストね要はその法律の条文に書かれていること法律で定められていることこれをまあ勉強するこれ当たり前なんですねこれ当たり前ルールを勉強しないと使いこなせませんからルルルルーーをを勉勉強強すすするるだだけけけけででではは問問題題解解なないんんねようになりません先ほどの事例式問題のように実際に問われた時要は事例が問われた時にあっ ここのの事例でで、はあルルールを使えばいいいんだっていうことうやっぱりその事例をきちんと把握するっていうこととあとはルールをしっかり勉強するこれを2つやっっててて初めて法律って完成すすするんででね。いいですかね。か、まあ、図に書き起こすっていうのはまさにこの問題文で問われてる事案っていうものをきちんと整理するとで整理することによってあこの事例この問題っていうのはどうやらテキストで勉強したあの話なんだなっていうふうに 図に書き起こすすっってててていいいいいううう作業をを通じ問問題文でわわれてる知識の思出とすかね。だからまあ図に書き起こすって話してますけどもそれってまあこの2つの教材でいうと問題文からテキストに戻るための一つのなんていうかなあの橋渡しっていうか、まあ、ブリッジっていうか、まあ、そういうふうにして問題集からテキストに行く、まあ、それこそ私たちが勉強してきた話これに結びつけるための一つのやるべき作業なんですね。 で問題文見るだけですぐ気が付くっていう方はそれ要するに問題文見た時にその瞬間にもう頭の中にに入っている情報とすすぐに結びつくんですねだからやってることは一緒なんです問題文見てああの話だって気が付いてで思い出すっていう作業これ要はやってることみんな同じなんですよどの試験も一緒です何が違うかっていうといいですかね思い出すスピードが違うと。 頭の動き、頭の仕組み自体は一緒なんだけれども、やってるスピードが違うんです。だから問題文を見た瞬間に気がついてるってみんな誤解するんですね。いえですかね。そうじゃないんです。要は問題文を見たときに知識を思い出すっていうこの反反射っていうのかな。ここが早いだけです。いいですかね。はい。だから別に決してなんか裏技とかがあるわけじゃなくって、私もそうですし、他のもっとできる人たちっていうのも同じことを頭の中でやってるんです。 いいですかね。そのあたりはちょっと誤解しないようにということです。なんか裏技があってその裏技を知ってるから私がたまたまできるとかそういういことじゃなくって、私ももうずいぶん昔から法律の勉強を続けてますけれども、それで勉強を続けていく中でだん,だん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 作業スピードが速くなったっていうそれだけです。いいですかね。私も10年ぐらい前はあの皆さんと同じようにあの問題文を見たときに全くわかんないというのがまあ10年前のまさに私ですから、まあそういった意味ではねあのまあ。 やっぱり練習を積み重ねていく中で、まあ、目指すかどうかは別にしてそれとも私ぐらいにはなるはずですから、まあ、そういった意味ではあの決してねあの努力は裏切らないじゃないですけれどもあの図に書き起こすっていう作業スライド変えると、はい、図に書き起こすっていう作業を通じて問題文をきちんと把握する問題文で起こっていることっていうのを把握するっていう練習ねこれをやっていただければということです。いいですかね はいお願いします。でこれ作業はねあのとても面倒くさい作業です。時間かかるよね。時間かかるんだけれどもこれは必ず通らないとできるようにならないことですから、まあそういった意味ではあの面倒くさいかもしれませんけどもねあ,あこれをやればできるようになるんだということであの騙すつもりありませんけども騙されたつもりでちょっとやってみてくださいですかねお願いします。はいこれがまあ一つ目ということです。で次のですねはいスライド変えましょう。抽象問題。 の場合ということで、はい、書いときました。えー、蛍光丸の二と、まあ、三級に比べて、より高度な理解と記憶が求められるということです。まあ、広くてやや深いのイメージです。いいですかね。まあ、ややって言い方してない、まあ、一級やってるからなんですけど、あの、まあ、要は二級の場合は、まあ、やっぱり三級に比べると、より深い知識を要求されるというわけです。で、相変わらず範囲は広いというわけですね。 で、まあ、二級試験で出題される法律一部ご紹介ってことで、まあ、こんなこと聞かれますよということで、あの、他の法律勉強している人からすると、え、こんなに聞かれるんですかっていう感じなんですね、<laughs> いうことです。で、三級の場合は、あの、いわゆる用語の定義ですね。言葉の意味が分かっていればなんとかなったんですけども、やっぱ二級の場合は、あの、やっぱ言葉の意味だけ覚えてもらってもしゃあないということで、その言葉の意味を覚えた上で、実際の規定、実際のルールっていうものを試してくるというわけですね。独禁法はどうですかとかね。 消費者契約法の規定はどうなってますかってことを聞いてくるというわけですはい。でこれあ一番下に書きましたけどもまあ、公式テキストそれと公式問題集のセットっていうのをうまく活用する必要がありますというわけです やっぱりテキストに書いてあることだけ覚えても仕方ありませんからその覚えたことっていうのがちゃんと正確に記憶できているか正しく理解できているかっていうことそれを試す上でも実物の問題つまり問題集に載ってる、まあ、あの練習問題であったりとか、えー、過去問題であったりとかね、まあ、そういったものを使いながら実際に試していく練習していくということですね。まあ、テキストと問題集っていうのを何度も何度も行ったり来たりしていただいて知識を確立していくというわけです。はいで で一応対策としては、はい、次のスライドです対策丸の二ということで、三、はい、級もそうだったけどやっぱりまあ用語の定義っていうのはまず正確に理解記憶していくことですということです二級になるとこれ結構忘れがちなんですね理由は簡単で問われないからです三級の場合は言葉の定義をゴリゴリに問われてましたからだからみんな自然と覚えていくんですけれども二級の場合はそこは聞かれなくなりますだって三級でもう聞いてるからね。 なんですけど、やっぱり二級の話を理解する、記憶する上では、やっぱり言葉が分かってないと辛いというわけです。ちょっと例えてみましたけれどもね、はい、まあその前か、はい、法律の規定の内容をそのままストレートに問うタイプの問題のため、問題文で問われている内容が理解できなければ、正誤の判断できませんとね。要は問題文読み終わって、うん、全然分からんということで意味ないわけね。で、イメージとしては、はい、単語の意味もわからないまま英文をひたすら読んでいる状態というわけです。これだと意味わかると思います。 言葉がわからないのに文章を何度も読んだって。それ分かりっこないんですよね。なんだ、これはというわけです。ですから、まずその文章を読む前にちゃんと言葉っていうものを正確に覚えようよって話です。で、それはこの英語の文章もそうだし、別に英語じゃなくても、例えばフランス語でもいいし、ドイツ語でもいいしね。ロシア語でもいいし、中国語でもいいです。とにかく外国語で置き換えていただいて、あの見ていただくとあ,あそれはそうかとなるんじゃないかと思います。 あの法律も結局あの法律用語っていう形で、あの独特の専門用語を使いますから、まあそういった意味ではやっぱ言葉っていうものをまずちゃんと覚えておかないと読めないっていうのは、それは外国語を勉強するときと一緒なんですね。はい。で矢印書きました。用語の定義は公式テキストに戻ってこまめに見ることです。で、やっぱり記憶のポイントとしては何回見るかが大事だというわけです。まあテキスト何回も見るということ、問題集何回も解くということ、まあ何回もっていうまあちょっと。 回想にこだわるっていうのもどうかなと思うんですけどもただ記憶の構築っていう上ではやっぱ何回かアプローチしないとやっぱ覚えられないんですよねまあ、もちろんその中にはねあの問題集何回も繰り返してもしょうがないじゃないですかっていう方もいらっしゃるんですけれどもあのーなんて言えばいいのかなやっぱ繰り返さないと記憶として定着しないっていう事情もあるし何より この、ね、ビジネス実務法務検定試験の場合はあの公式テキストと公式問題集っていう形で出題範囲が決まっていますから、まあ、そういった意味ではその出題範囲の内容をきちんとマスターするっていう意味でもやっぱりテキストと問題集を徹底的に使い切っていただくということですねボロッボロになるまで使っていただくっていうことやっぱりそれを目指していただいた方が合格には近いだろうということでやっぱテキスト問題集それぞれ何回も繰り返していただくというふうにしていただければということです。 はい、でまあ米印ですね用語の定義が解説されている箇所に付箋なんかつけておいて見たい時にすぐ見られるように用意しておくと便利ですということです。あの勉強始めたての方っていうのはねあの大学受験の,あの大学受験するような方と同じようにねなんかカラフルな付箋とかつけてこうすぐにパッて開けるようにしとくとかねいう工夫をされたりしますけれども今の時代も一緒です。 やっぱりその何回も見るっていうその人間の本質は変わりませんから、まあ、そういった意味では何回も見見るる上でではややっっぱぱりすすぐににられよようにした方がやっぱ早いですよね、まあ、そういった意味でもやっぱりまあそういった言葉の定義のところとかねきちんと付箋とかつけといていただいてあれ何だったかなって分かんなくなっちゃったらば、まあ、ちょっと考えていただいてあやっぱ思い出せないってなった時には、まあ、テキストパッて見ていただいてああそうだったそうだったって言ってまた戻っていただくとかねいうふうにしていただくといいんじゃないかというところです。ですかね はいいお願いしますで最後ですね2、はいえー、級試験の学習を始めるにあたってということで、はい、書きましたこれは試験対策の学習であるということを忘れないことということです私たちの目標はあくまで2級試験の合格だよということですこれ3級の時も言ってるんですけどねあくまで試験勉強ですからさっきも言った通り私たちの勉強っていうのは要はかいつまんでいっちゃうと要は公式テキストと公式問題集をパーフェクトにマスターするということ要求されてんのそれだけなんでね だからまあ何ていうかなあの結構勉強熱心な方だとそういうこと例えば民法の専門書とかね会社法の専門書とかあの独占禁止法の専門書とかね、まあ、そういったものに手を出したいっていう方も中にはいらっしゃるかもしれません。特にあのお仕事でそういった法律の知識が求められる方とかね お仕事でそういった実際に現場に立っている方とか、まあ、そういった方もこの検定試験を受けられるんじゃないかと思うので、まあ、そういった方の場合はねお手持ちの参考書とか専門書とか見,見ながらあれこうなんじゃないかあんなんじゃないかって言って考えるということもあるかもしれませんただこの講座もそうだし私たちの今の目標っていうのはあくまで検定試験の合格ですから私たちがマスターすべきは公式テキストだし私たちが解けるようにならなきゃいけないのは公式問題書です。いいいいんですかねねやっっぱ教材ってううものはきちととと守るということ、ね お願いします。で、あと2つ目です。試験の日までにしかできないことと、試験の日以降もできること、これ意識してくださいね。で今ちょっと話しちゃいました。けども、例えば例の1つ目、公式テキストで学習した内容をさらに詳しく学習する。調べるとね、えー、山本先生の倒産法とかね。あの <laughs> 手出すとか、それはあの試験に受かった後にやればいいので。あって、試験に受かるまでにやる必要はありません。あくまでやるべきは公式テキストと公式問題集ですからね。 矢印で書いておいたね、試験の日以降もできることに該当しますとなんでかっていうと試験終わった後だってできるでしょって話ですあともう一個です公式問題集に掲載された問題を解けるようにするとこれは試験の日までにしかできないことです言い換えると試験の日までにやらないといけないことなんですねだそういう風にあの今やってることっていうのを試験の日までにやらなきゃいけないのか それとも試験が終わった後、いくらでもできるのかっていうことね。まあ、そういった、あの、まあ、分別っていうかね、分類っていうのをしていただいて。今、あの、使ってるね、貴重な勉強時間というものを、ぜひともこの二級試験の合格に。精一杯振り分けていただければと思います。ですかね、はい、お願いします。はい、ガイダンスとしては、以上ということです。 で最後になんですけれども、はいえー、この講義はですね2級対策講義ということになりますので、はい、先ほどから何度も承知してますけどもね、えー、こちらの,、えー、っとの中央経済者さんが出している、えー、東京商合会議所編 ビジネス実務法務検定試験2級の公式テキストをですねこちらに沿って講義を進めていくということになります、まあ、一応問題集も販売はしてるんですけども問題集についてはあの講義で触れることはあ,のありませんので講義をご受講の際はあのこちらの公式テキストお手元にご用意いただいてご受講いただければと思います。 一緒に読んでいく一緒に読み進めるっていう作業を通じてこの2級の範囲っていうのを一緒にあのマスターしていっていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ははいいガイダンスは以上ととうことになりますでは次からいよいよ2級公式テキストを使って内容に入っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますじゃあガイダンスは以上です。